11月27日、多摩川沿いにある北見方少年サッカー場で、今年も川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会の高津区予選が開催されました。ジュニアサッカー普及のために毎年行われているこの大会。3年生から5年生まで男女混合のチームで15分ハーフの試合を行います。今年の高津区予選には16チームが参加。決勝へ行ける上位5チームを目指し白熱した試合を披露しました。この日のために練習を重ねてきた各チームの選手たち。試合では素早いパス回しで相手の守備を崩すシーンが何度も見られました。コーチからも気迫のこもった指示が飛びます。突破力のある相手にはチーム一丸となってディフェンスに徹するなど、団結したチームプレーに観客も沸いていました。強豪チームがひしめく高津区予選。川崎で一番を決める決勝トーナメントへの切符を手にしようと、選手たちは互いに声を掛け合いながらボールを追いかけていました。もうちょっと点決めれる。シュートとかももうちょい落ち着いて打てたとは思うよ。もちろん予選突破当たり前だし、トーナメント行ってもたくさん点取って、最後決勝でも優勝したいです。